今回紹介するのは、知の技法、東京大学教養学部基礎演習テキストという本です。東京大学教養学部文系1年必修科目、基礎演習のサブテキストとして編集された本、制度化された領域を超えて、すべての学ぶに共通する技術、作法としての 知のの技法を習得させる一つの試み本書はいわゆる各分野の研究者が自分の研究のダイジェストを書いていていろんな講義をまとめて受けてる感じがします。それぞれが興味深いテーマを講義しているのですが。 途中までは本としてのまとまりがないなぁと思って読んでいましたそれが後書きで一気に評価。そういう意図でこのような構成になっていたのかと納得しました一番面白かったのは後書きかもこれから大学で学ぶ人にはぜひこの後書きだけでも読んでほしい学び方のコツがわかりますあとは興味によって目次を眺めるだけでもよいし。 興味のある分野だけ読むのも良い読み方も良いと思います。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。